とねとろみが出るまで煮詰める。パラパラパラーっと。どうもダメ人間です。今日は私そろそろ締めに行きたい。今回作るのはですねちくわ丼でございます。ちくわ丼できたらどう思いますか。まあ自分は別にしたら自分は別にしたんですけど、ちくわ丼めちゃくちゃうまいですから。贅沢にもなんとトップバリューのこのちくわ一袋全部使っちゃうからな。わかったか。やってきた。リュウジのバズレシピ。今日はねちくわ丼のちくわ、あとご飯 200g、 これバターですね。はい、ご飯 200g、 なかったら普通に炊いたらごめんでいいんですけど、至高の白米で食べるとめっちゃうまいです。毎回ネタ考えるのも大変なんで、ちくわでハイボールを飲もうかなとかっていうことも考えたんですけど、まあ、そうするとそういう使い方じゃないっていう方もいらっしゃると思うんでね。なんで私は飲みます。普通に僕がちくわになればいいんですよね。ということでちくわになってきます。冬場はねハイボールが多くて、夏場はレモンサワーが多いね。ということで私が飲んでみます。あー最高ということでやっていきたいと思います。まずねあのご飯ね、冷凍のご飯って僕 200g 量ってやってるんですが、冷凍のご飯ってね結構かかるんですよ、あの解凍するのに。だから最初に解凍してくれますと4分ぐらい。もうちくわです。もうねちくわ丼なんで、ちくわなんですけど、これねあの最後まで切り落とさないでください。こんな感じで開いてください。はい、ちくわ丼ってどういうことなのかっていうと、ちくわのかば焼き丼なんですね。なんでかば焼きに、するべくこのちくわをね開いていきます。はい、こんな感じで開いてください。でこいつをかば焼きにしてご飯に乗っけるという超簡単レシピ。はい、じゃあフライパンで炒めていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずフライパンにを火にかけます。ちょっと大きめのフライパンの方がねいいと思います。でバターバターっと入れます。中火ぐらいでいいかな。でティクワ今日焼いていきます。こうやってねあの裏から焼いていくと非常にいい焼き色がつきますので、こんな感じで焼いていきます。まあ中火ちょっと強めの中火ぐらいでいいかなっていうふうに思います。バターで焼くとですね非常に香ばしい香りを生み出すんですよ。これがご飯に合うの皆さん。はい、でここが下がパリッと焼けたらねこうやってねひっくり返してください。はい、こんな感じね、すごくいい焼き色がするでしょ。裏はこんな感じですよ。裏こんな感じね。でここまで焼けたら火はちょっと弱めてください。弱火ぐらいでいいと思います。でここにタレ、みりんが大さじ1半、酒が大さじ1杯。これ酒はね料理酒でもいいですよこれ。はい、で大さじ1のお醤油です。で味の素がうまみ調味料になりますので、3振り、はい、これでうまみをつけていきます。お魚の中イノシン酸が豊富なんですね、ちくわはね。なんでグルタミン酸を入れることによってうまみの相乗効果っていうのが現れて、非常に美味しくなります。これが美味しいんです。で少し煮詰めてください。ちょっとねとろみが出るまで煮詰める。はい、煮詰まってこのちくわにこういい照りがね、いい照りが出てくるでしょ。いい照り、ほらこんなってこんな照りが出てきたら、もう器に持っていきます。まあまあこのかば焼きを乗っけていくんですけども、こうやってこうちょっと交差するようなちくわを乗っけていくと非常に可愛く綺麗にいただける。ああいいですね、これ美味しそうですよこれ。そしてタレはこうやって垂らしてください。はい、ああこれでもう最高にね食べられるんですわ、ちくわが。そしてここに黒胡椒をね、パラリとかけていただいて、かつぶしをご飯にかけます。これぐらい、これでうまみが増すんで。そしたらちくわを乗っけるんですね。でここに小ネギです。パラパラーっとね。はい、ちくわの完成でございます。それではちくわ丼いただいていきたいと思います。いただきます。辛カツオの辛みね。いただきます。
がうまい。甘辛のタレもいいし、バターで炒めたちくわの香ばしさがすっごいくる。これね、もちろんこのままでも美味しい。ちょっとね、わさびひねってください。これわさびひねって、うまい。コクのあるタレにわさびが絡まるとめちゃめちゃさっぱりくるまいます。おい、山椒もいきたい。山椒もいただきます。もう香りがかば焼き。あ、山椒もいいな。好き好き愛してる。あ、ちくわでご飯なんか食えねえよって思ってた僕が恥ずかしいです。ということで、ちくわいきます。すごい、いただきます。そうですね、かかってくれる。うまっ。今日はうまっ。最高なのよ。うまっ。パリッとなってる。一つに対してちくわが5本入ってんだけど、もう全然いけちゃう。いけちゃう、いけちゃう、いけちゃう。むしろなんかこれちくわだけでも、おつまみ的な感じ。あ、ちくわだけのちくわかば焼きでも全然いいよ。うまそう。おつまみ的な感じ。おつまみでもこれはめちゃくちゃ美味しい。今日は美味しかった。最高です。お疲れ様です。ということで、ちくわ野郎の作るちくわ丼はいかがでしょうか。締めにいつだって食べたい、やっぱちくわだと思います。ここまでちくわがご飯に合うおかずになるんだっていうことを皆さんに証明したい。なので、ぜひ皆さん食べてみてください。アルチマシイチゴ。冬場はね、ハイボールが多くて、夏場はレモンサワーが多いっていうね、そういうあのあれになっております。もうね、これさ、もうね、これさ、この間買ったから満帆だから、もう何も怖くない。